はい、タラコチューブのまいです。あきです。今日は天気がいいのでドライブします。あれ、なくない？あ、あったあった。あれ、ほら、あ、ほんとだ。ジェラート工場直売。はい、店があるか。あるよ、ジェラートのお店です。あ、やってなくない？自販機がある。あ、あ、自販機がある。よし、はい、到着。スマートジェラート、いろいろ種類あるよ。はい。あ、でも5番売り切れだって。あ、5番はないんだ。あ、でも人気ナンバーワンだってよ。うん、限定はこれ1号ちゃん。あ、チョコがいい。チョコ？うん。はい、来ました。はい。取ります。待って。あ、すげえ。あ、なになに、ガチガチ。あ、揉んで、あれだね。いいね。いいね、揉んでいいね。見えないよ。はい、じゃあ。私はね、じゃあ限定のいちごシャーベットにします。これ。4番か。4番か3番だね。3番で買う。じゃあ、まっすぐ。買う？あ、何？箱に入ってるよ。箱に入ってるけど。箱が不安ごたえ入れてください。で、アキさんは？これはマンゴーにしました。はい。かわいいですね。大そう。でもこんだけカチカチだといいよね。どっか持ってきながら。うん。うん、ね、カチカチすぎる。ね、すぐは食べれんか、ね。うん。はい。次行きましょう。はい。柔らかくなってきたけど、あ、でも結構いいかも今、うん、ジェラートってそんなもん。ジェラートってこんなもん。でもチョコレートだからわかんない。うま、うん、うまい。チョコも食べたい。チョコ美味しかったよ。うん、あ、優勝だこれ。これ優勝だこれ。うまい。うん。これ一番うまいよ。じゃあマンゴーは。一番うまい。うま。優勝だろ。うん。うまい。いいね、ドライブにはいいね。こういう作りだから。うん。ドライブしながら。出るからね。なくなりました。あ、例えば秋さん、はい、この辺にね、なんか面白いコーラの自販機がセブンにあるらしいんで、うん、ちょっと寄っていこう。ここにしかない。この辺はね、これを、はい、ここに入れるの？カード入れる。コーラのカードを入れるだけ。あ、見えたか今。あ、できた、できた。見たよ。買ってきました。はい、じゃあまず開けてください。はい、少し飲んでください。二口ぐらい。はい、蓋をして。はい、蓋をして。はい、ゆっくり逆さにして。はい、戻して。もう一回逆さにして。もうなんか固まってる感じがする。はい、戻して。はい、そうすると開けるの？開けるの？てか、そうするとね、凍って、あ、凍ってきてるじゃん、ほら。ほら、凍ってきてる。はい、飲んでください。え、これ飲んでいいの？いいよ。
うん、シャーベット、ちょっと、うん、見た目が分かりづらいけど、これ刺激、この振ったことによって刺激されてあれだよね、空気に触れるとって書いてある、あ、空気に触れるとってと衝撃、うん、あ、でも上だいぶなんか固まってるの上に来てる、うん、炭酸だから上がってきたんじゃない、うん、美味しいです、うん、じゃあそれを飲みながら次に行きましょう、はい、綺麗、カメラ入れてる、うん、カヌレ、ヌネは、うん、こっちだから冷凍、何言ってればカヌレ買った、どっち食べるのこれ、両方じゃあどう食べる、一緒に食べよう、あ、何これバニラとあれ違うの、あ、違う違う、なんか解凍する、30分も解凍する、メイコンも買う、はい、コロナのキット、今日は昆虫だよ、昆虫、怖い怖い怖いですけど、やだやっぱ、やっぱ。でもこれだったらいけるかな。今後の気持ちよくて。これ面白い。いや、だって、まんまあんなんかカレーの虫入れられるのか。あれ、コオロギのボウフレットはどうなの、あんなんぺちゃんこよね。アベとかやばいんだが、マジで。カザメさんじゃん。やばくね。でも、あの、幼虫系は無理だね、あ、幼虫は無理だね、クーンだったら、コオロギだね、コオロギエビの味するらしいね、これはさ、あれじゃない、パウダー、粉末だから、これだったらいいんじゃない、ゴーフレットえ、クッキーとかだったら食べれる、全然食べれると、見た目がないからね、これどう、チョコレートとミルクがあるよ、そんなにいいと思うよ、コオロギするの食べれる、みんな食べるの、京都のコオロギとかないの、あるよ、あ、京都のコオロギを買って京都のコオロギを買って京都出身のうちの母にあげよう、食べれるやつだよって、安全ですって、はい、ってことで、はい、コンビニを買ってください、京都産のコオロギを、コオロギ、ちょっと虫は、あの、うちの母は好きなの、大好き、食べたことないと思う、食べたことないだろうけど、6番ね、食べたいと思ってる、はい、6番だ、6番だね、京都、食べるの、コオロギ、やばすぎ、はい、京都さんのお土産です、お土産です、お土産です、はい、はい、どれ、どうして、そのままでいいよ、ね、ここでおるよ、おる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 、痛い、おるおる、ちょっと写真撮っていい、マジで虫だよ、でもさ、将来的にはさ、これ食べることになるらしいじゃん、そうそうそう、虫練習しといた方がいいんじゃない、ほら、なんてほら、韓国コスメじゃないコスメ、パックだね、この辺が、これはカレーだって、なんか最近カレーかさ、カレーか餃子しかやってない、カレーか餃子だよね、キーレンコン、レンコン、ウコン、キーマネ、カモ、ウコン、ウタ、レンコン、セッカー、チャンス、
すべてにおいて700円。そうだよ、全部同じだ。じゃあ、あの自販機のもの。あんまり古いやつはもうなんか、いつもあるけど、どうから向こうか反応も。そこちんとかあったかな。うーん。あれなんかってな。全部いちご、全部一緒なんだ。うん、全部。違う。そのまま食べれる。へえ、はい、どいて、買うから。買う。買うの？買う。買う。さっきのもお尻取ってないかも。さっきのところってだって鏡。鏡？コード。取ってない気がするじゃん。まあまあバカだったってことね。しょうがないね。コオロギにびっくりして言い訳がすごいよね。人にはめちゃ言うくせにさそうそう、自分の時はなんかしょうがないよねみたいなさ。だって300円ない。あ、取ってるわ。あるわ300円。お釣りいいのか。取ったか。はい、はい、はい。うんとね、ダージーパイ。ダージーパイ。でかいよね。ね、でかい。手のひらよりでかい。でかい、全然でかい。うん。顔と同じぐらい。うん。それはちょっと言い過ぎやな。うん、何それ。うん、どうぞ。違うね。違う。うん。あきさん、今から岩倉のケーキ屋さんに行くね。うん。さあ次はどんな自販機があるのか楽しみですね。はい。いろんなのがあるね。ね。ね。楽しみですね。なんか種類はなんかプリンとかケーキとかじゃなかった？まあ行ったことないからちょっとわかんないけど。売り切れとなんでいい。そうだね、さっきも売り切れと。そうだね。はい、じゃあ行こう。はい、はい、来ました、来ました。よいしょ、うん、はい、お、ケーキの、いい、ケーキの自販機。さっき食べたもん。美味しそうだよ。プリン。これ幸せクッキーさん。買ってこ、買ってこ。クレープ缶もあるよ。今売り切れてない全部あるよ。ある、うん。それがいい。幸せクッキー缶。これ買うの？あ、それプリンか。うん。一人用じゃん。はい、イナちゃん押して。プリン。チーズ。え、何これ、いつでもメッセージケーキだって。こんなんもあんの。へえ。あ、ちょっとプリン、ミルクプリン、なんか甘プリンって感じだよね。うまい。
食べる。さっきクッキーを。あとね。それでいくか。何のこと？上がってかなく、降りてこない。温かいのと冷たいの。温かいのと冷たいの。そう。ポップ、ポップで食べるだけ。面白いね、焼き芋の自販機だって。あったかいのと冷たいのあるけど。あーちゃんが、うん、あーちゃんが焼き芋好きだから、あったかいのと冷たいの買って、冷たいのは持って帰ろ。あ、M サイズ、S サイズは？ M サイズ。サイズ、あーちゃん一人で食べる。あったかい。入れてたって。あったかい。お、ほかほかだ。うん。あれ？あ、そう。あーちゃん用で。はい。あーちゃん用。あ、冷たい。ベニハルカ。うわ、まずいじ。なんだろうね。ね。はい。3本買いました。はい。行こう。はい、で変わんないです。マキさん、買ってきました。はい、買ってきました。焼き芋。これ食べるの？はい、食べます。あったかいうち食べて、子供も。あ、なんか違うよ。何？え、あれ？あ、なんかしるしるだね。なんか。甘いの。しるしるじゃない？でもあ、ぶよぶよなんだけど芋ステーキみたいにしてうまそうじゃん。こう切って切れない。これ多分今開けたらさ全部食い切らんとかいいのかな。 あと汁が怖い。お家帰ってから食べる、うん、冷える冷えるけど、そうだよ、あったかいあれだもんね。まあチンすりゃいけるか。あ、チンしようか、うん。わさしユッケはね、わさしユッケ。ほんとだ。牛丼。わさし。5枚に1枚の確率で、あのシャトーブイヤが入ってます。ちゃんと。スライスかユッケか。スライス？なんでもいい。出た。でかった。バサシユッケ買うからさ。うん。はい、お願いします。はい、私です。はい、はい。